フランさん可愛い、ありがとうございます。ダーさん尊い、ありがとうございます。猫キャットさんお疲れ、ありがとうございます。チェンさん可愛い、ありがとうございます。猫キャットさんハート、ありがとうございます。ハート、ニコラスさんお疲れ、ありがとうございます。可愛いも、ありがとうございます。さっきまでジモコさんの配信行ってたのですが、若菜はカマチョって言ってました。カマチョです。結構カマチョですね、確かに。猫キャットさんライフハート、ありがとうございます。なんかカマチョしたくなってしまうお年頃って感じ。よりながらリンゴ食べて飲み食べたくなっちゃった。うん。食べてからノーパラ公演リバイバルについてお願いします。うん、特に話すことないねんけどなんかある、逆に。さっきちょっとメールに書いたけど、え、なんかありますか、話すこと。何を話してるんだろうみんな話すことないよね特に、まあ、あるねみたいな楽しみだねくらいしかないです。皮食べない顔なのかもしれないな。ニコラスさん結婚してありがとうございます。ちょっと無理ぽよです。猫キャットさん、ま、ありがとうございます。ないよね話すこと。何を話せばいいんだろう。MC 頑張ります。小川さんは出ますか。出演メンバー発表されてるので出演メンバーの方ご確認くださいませ。そちらの方にお名前が上がってるメンバーが出演するメンバーですね。なんか私目おかしいんだよね最近。ちょっと悪いんだよね。猫キャットさんペンライトありがとうございます。ノープラっていうと昔の髪型は前髪の大きさたちが7歳させられるよね。
そう、髪型なんか誰も何も変わってなくね。 C って言うなら愛理が短くなったくらい。私とか何も変わってなくない？1ミリも変わってないよ、ずっと同じやん。今日も同じ髪型だよ。ブルーライトカットのメガネ使うといいかもですよ。普段ブルーライトカットのやつ使ってるんですけどね、私の目が疲れているということでごめんねって言っておきます。うんうん、ユニットどの曲に出るのが楽しみなんですかね。ユニットね、何だと思いますか？逆に私これさ、咀嚼のさ時間無言でさ、なんか何もでき言えないんだけど、だから嫌いなんだよね食べる配信。なんでしてんのってじゃなると思うけど、ね、コキャットさんクラッカーありがとうございます。ゲンドウさんハートありがとうございます。リンゴはカットしたものですか？そうですね、丸々ではないですね、これ私は切ってないです、切ってもらった。うん、うんうん、でもな、このリンゴはな、柔らかいリンゴやった。うん。それはそれで美味しいねんけど。リンゴのピックも
ただの魚さん、結婚してありがとうございます。ちょっと無理ですかね。マジで話しにくい、めっちゃ難しい。自分の食べるスピードの速さにびっくりしています。だってまだ15分経ってないけど、もう食べ終わっちゃいそうだよ私。年内は来年こそ卒業じゃない公演で会いたい、会いに来てください。パーティーパーティーなんとかなんとかパーティー、体を動かしちゃえパーティー、おバカになって182日、えい、ありがとうございます。猫キャットさん拍手ありがとうございます。ニコラスさんも拍手ありがとうございます。猫キャットさん、クラッカーありがとうございます。ニコラスさん、ハートありがとうございます。今ね、私の目にはね、全部の文字が 3D に見えてます。赤と青でブレて、ブレてないもんな、これ本当は。ここまで離れたら文字が全部ブレてるなんか疲れてんのかね、目が。
テンさん結婚してありがとうございます。すいません半年は明日かな、多分明日半年記念です。パチパチ。カップルならそこそこ長いねって思うくらいの時期まで来ました飲めた。寒い。いやいやいや、寒い寒い寒い。何のお鍋とか出るでしょ。なんか私のやつさ、全然出なかったんだけど、お鍋と。なんと電池がないからかな。ガビーン、なんだったんでしょうか。ブリハマチさん、お鍋とありがとうございます。ガビーン、ガビーン。うん。だるまだった、ラーメン食べたいね。私多分本当はめちゃめちゃラーメン好きなんだろうな。
リンゴとはリンゴやで。リンゴはリンゴや。おしゃべり会の空き時間でつけ麺食べてたらギリギリでした。いいな、私つけ麺ってあんま食べたことない実は。あ、早口だったな。ちょっとそう、つけ麺は食べたことあんまなくて、多分1回か2回くらいしかないんですよ。だいたい私はラーメン、普通のラーメン、液体になってる中に麺が浮かんでるタイプのラーメンばっか食べてるから、つけ麺食べてみたいんですよ。なんか魚介つけ麺みたいなあるじゃないですか。そういうのとか食べてみたいなと思って、最近見始めた、なんか人が、動画の人がつけ麺をよく食べてまして、ちょっといいなって思っちゃってましたね。ちょうど羨ましいです。猫キャットさん、音符ありがとうございます。レオ熊本さん、かわいい、ありがとうございます。ですね、ラーメン食べたいなと思いながらリンゴ食べます。いいもん、リンゴも美味しいしね。うん、美味しいわ。そうやね、なんか今言いたいことがあったんだけど、頑張ってリンゴ食べてたら分かんなくなっちゃいました。なんか私はあれ食べてみたいんです。二郎系、なんかいっぱいさ、あれ、もやしとかが乗っかるやつ食べてみたいんですけど。トンゴマさん、ペンライトありがとうございます。中継食べてみたいんですよね。うわー、美味しそう。でもこれ結構食べきれるのかなって自分的には心配なんですよね。美味しそう。でもなんか指原さんの動画かなで、なんかありました。
もう本当に美味しそう。どうしよう。いっぱいあるんだよね、コールみたいな。食べたいです。美味しそうだよ。え、本当に本当に。これやばいよ。やばいよこれ。でも結構いっぱいあるじゃないですか。結構厳しかったりしますよね。なんかこれは本当の二郎系ではないとかさ。あるじゃん。なんか何が何系なのかっていうのが私にはあんまりよくまだ分かってなくて、あんまり分かってないんですけど、山盛りのお野菜が乗ってるラーメンは二郎系なのかな。私の知ってるのはほとんど二郎系って書いてあったので、二郎系なのかなって思って。ニンニクは潰せるかな。本当に行きたいです。今一番行きたいかも。福岡すぐ調べちゃう。あーもう本当に全部美味しそう。どうしよう。でもさ、結構ラーメンってさ、こう一人でパッて入ってさ、パッて食べてパッて帰れるじゃないですか。私は一人ラーメンとか全然いけるんですよ。別に余裕みたいな。そんなさすがになんかパッとね食べるとかじゃないと難しいかもしれないけど、全然さっと食べてさっと帰る間帰ることは全然できます。なので私は一人で行ってみたいなと思います。なんかメンバーとかを連れて行ってみたいんです。こうここがね美味しいんだよみたいな、これはこうすると美味しいんだよとかをちょっとプロぶってみたくて。なのでまず最初は自分で一人で行っていっぱい。そうなんです、行ってみたいなって思ってる。美味しそうすぎ。やばい、結構二郎系ラーメンってのあまり少ないんですかね、福岡は。くー、あー美味しそうすぎる。やっぱ行くしかないな。絶対に行こう。決めました。これ絶対に行ってやる。ふふ。本当にやばいです。最近はもうもっぱらそういうのを考えてる。なんか食べたいなーって、もうこれ食べたいなーっていうのばっかり。こうか、かーやばーい、全部美味しそうすぎる。なにこれ、やばい。飯テロだ、これは。これは絶対にそうだ。今ね、ツイッターでパッと調べるだけで、クソーってなる。
それ絶対調べれ、調べなきゃいい話なんですけど。なんか本当にラーメン食べにどっか行ってもいいと思うくらいには食べたいなって今思ってる。いいねー、うわめっちゃ美味しそうだぞー、これはやばい。キャー素敵、100点満点。でも結構混んでそうですね。何も決まってないけど食べに行きたいなって思っただけで幸せになる。うん、うん、私はねずっと食べたかったんです、ここ 1,2 年くらい。お好み焼きとかは好き、今はラーメンしか見れないラーメンしか見えない、美味しい。でも逆に一人の方が行きやすいのかなとかも思ったり、なんか相手に合わせるとかちょっと難しいじゃないですか、やっぱ自分との戦いなのかなと思うし、あと絶対無言だから食べてる時一人の方が行きやすいかもしれないね、逆に。あと結構そういうところのお店って私のイメージではなんか一人席みたいなイメージある。絶対行こう。私いつ行けるんだろう。行ける日にすぐ行こう。この日だったらっていう日に狙ってダッシュで行こう。走って行こう、そこまで。でもラーメンも本当に好きなんです。いろんなラーメンが好きで、カップ麺も好きだし、もちろん豚骨も好きだし、普通の醤油とか味噌とかも好きなんですけど。今一番やっぱ食べたいのは二郎系。でもさ朝からお腹空かせていかないとさちょっときつそうだなとは思っちゃう。なんか豚骨とかは細いじゃないですか、麺が。二郎系はなんかちょっと太めの麺らしくて、それも楽しみ。もちもちしてるんだって。くーたまらんねー、たまらんたまらん、たまらんち会長素晴らしいです。絶対美味しいもんな。ソースも結構濃いやろ。やばい本当に。だいたい麺の量減らせるから麺半分でとか頼むというらしいね。マジさ私の中の食いしん坊が出てきちゃって、一人前いけるやろって多分思っちゃうと思うけど、写真見る限りまず絶対マジだから、やっぱ1回目は半分くらいにして、やっぱ残すのが一番ダメだから、ちゃんと減らして、あなんやいけるやんってなったらいっぱい食べようと思います、次から。絶対ねやってしまう。欲張ってしまうと思います。でもちゃんとします。うわ絶対おいしいよこんなの。
どうしよう、見てれば見るほど美味しそうにしか見えない。マジやばい。ずっと見てられるこの写真たちを。私はもう幸せが全てここに詰まっていると言っても過言ではないと思います。はい、本当に素敵。なんということでしょう、なんということでしょう。まずもやしも好きなんです私って。なのでそもそもまずもやしがあんなにいっぱい乗っているっていうのがまず嬉しい私嫌いなものが一個も入ってないです。なので絶対に食べに行きたいと思います。食べに行ったらみんなに言うね、感想をでもお店の名前は私はきっと通ってしまうから言わないけど、普通に美味しかったか美味しくなかったか言います。これでさ、言ったけど美味しくなかったとか言ったら気まずいよね。美味しくなかったら言わないです。だから何も言ってこなかったら、そもそも言ってないか美味しくなかったか何かあったのかなって思ってください私が美味しかったよっつったら、美味しかったんだなと思ってください。でも全然豚骨ラーメンも好きですよ。ちょっと豚骨ラーメンしかみたいな人もね、いるらしいので、福岡は一応言っておきます。この豚骨も好きです。全然いつもは豚骨食べるんですけど、ちょっと興味心身ケイさんかわいい、ありがとうございます。いいですねかな。もうでもあれってさ、一回さ休んだら終わるよな絶対さ。もうノンストップで行くしかないよな、最後まで突っ走らないとダメだよな。頑張ります。私結構早食いなので、パッパッいけそうな気がします。少なめにちゃんと自分の胃のキャパを理解して頼めば、この麺が伸びきるよりも先にちゃんと食べれるんじゃないかなと思ってます。あれかな、途中でお水飲んだら負けだと思って挑んでます。やっぱそうだよね、お水飲んだ瞬間にさ終わっちゃうよね。いやそうなんだね、頑張ってくわ、頑張ってくるわ。まだいつどこに行くのかも何も決まってないけど、食べる日はお水飲んでからスタートして、最後にお水飲めばいいんだもんな。お水サンドイッチ方式で行かせてもらいます。はい、頑張ります。本当にやばい。だってさ、だってさ、だってさ、食べたことないんだよまだ一回も。ちょっと緊張しちゃうよね。でも残さないでいけるように頑張ります。ラーメン屋さんのお水ってなんかちょっと美味しいよ普通のお水よりもちょっと美味しい気がする。なんでやろう、やばーい。どうやろう。でもなんか最近胃がちっちゃくなったからな、本当の私なら多分もっといけるっていう風に悔しい思いをするなと思います。食べ放題とかもなんか弱々しい女になってしまいました。でも食べ放題でさ、なんかめっちゃ取ってさ残す人いるじゃん。あれはなんか
っこ悪いなって思うから、もう私は自分己のプライドとあの強い志だけで食べてる。最後の方というかもう仕事よ、むしろ必死。寒い、寒すぎるよ、寒すぎる。もう今日もすごい寒かった。毎日めちゃめちゃ寒いの、なんか冬だなって感じる。でもなんか今週末めちゃめちゃ寒いって言うじゃないですか。怖い、私は怯えています。やだ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 。ぬん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 、ラーメン食べたいです。ラーメン、ラーメン、ラーメン。なんでラーメンってあんなに美味しそうに見えるんやろう。ずっと不思議に思ってました。私どうしてそんなに美味しそうなんですか、教えてください。あー寒い、あったかいお風呂に浸からないと。今日トレーナーさんに見てもらってるんですけど、あったかいお風呂に入ってくださいって言われました。はい、25に大雪。でもあれだ、なんだっけ、ホワイトクリスマスですか。いいですね。
いいじゃん。去年もそこら辺にさ降ったよね。意外とさ1月とかの方が寒かったり、2月が一番寒い説ありませんか。私はもうずっと怯えきっているよ。だって絶対寒いもん、分かってるもん。だから、あー怖い、まだ寒くなるなんておかしいよ。もうすごい寒いよ。どうしたらいいんでしょうか。寒すぎます。ズボン早く夏になってほしい。夏の方がまだ好きかもしれない。毎年言ってる、夏になったら早く冬になって、寒い分には我慢できるんだから早く冬になってって絶対思ってます。寒い、でも寒いと朝起きんのやっぱちょっときついよね。なんか勇気いるねん。ずっとあーってなる。ニコラスさん手袋ありがとうございます。でも夏はなんかやっぱ汗ってなんか嫌な気持ちになるから、それに比べたらもしかしないけど。寒い、寒いよ、べそ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 、寒いよ。いつも薄着と怒られる。握手会の時さ、握手会おしゃべり会か、写真撮ったら寒すぎて涙出てきたの。 すごいんだよ本当に。もうブワって風が吹いた時に涙がパーって出てきてびっくりしました。寒くて涙が出たのは初めてかもしれない。なんかうわー寒いって感じ、もうこうやってもう寒いってなって。でも私スキーとかしたことあるんですけど涙出なかったんですよ。全然絶対そっちの方が寒いのにね。不思議でした。でもあの時は涙が出てもう涙目になりながらやってた、写真撮ってた。やばいよな、変な人やんな。うん、寒い。みんな寒いですか、暖かい格好をしてますか。ちょっと私はみんなが心配だよ。みんなちゃんと暖かい格好しているかな、どうかな、どうかな、どうかな。っていうかそろそろクリスマスじゃん。家ではまだ半袖着てます。嘘でしょ、風邪ひいちゃわないんですか。え、大丈夫なの。嘘じゃん、嘘であってくれ。嘘。やばい、寒い。私はあったかい服着て寒がってます、ずっと。あったかい服着てお布団の中に入る。本当はこたつが欲しいのだ。を愛したいんです。夏の中でゴロゴロしたいんです。でもそれは無理なんです。なぜならうちにこたつがないから。だから諦めてあったかいお布団を目指して生きていきます。寒い、
ろそろ終わりにしようと。もう時間も時間ですし、ね、ランキング見ます。13位、ジノさん、ありがとうございます。11位、甘めの塩チンスコーさん、ありがとうございます。12位が甘めの塩チンスコーさん、ありがとうございます。11位、よしぼうさん、ありがとうございます。10位、とみょさん、ありがとうございます。9位、えおりかさん、ありがとうございます。8位、みにさん、ありがとうございます。7位、森翔さん、ありがとうございます。6位、ダーさん、ありがとうございます。5位、フランさん、ありがとうございます。4位、トグマさん、ありがとうございます。3位、チェンさん、ありがとうございます。2位、ニコラスさん、ありがとうございます。1位が猫キャットさん、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。それでは皆さん、お気をつけて。じゃあ皆さん、バイバーイ、ありがとうございました。